ここが野生虫？こんなジャングルの中にあったんだ。コケ、コケ。これが車コケ。初めて見たコケ。タイヤが4つもついてるチーズ。すげえ。中は機械でいっぱいだゴリ。なんなの？あの人たちですよ。野瀬中のサッカー部。こんなのに負けられるかよ。観客がいっぱいだ。本当にフットボールフロンティアが始まるんだな。燃えてきた。応援に来てくれた人のためにも頑張ろうぜ。で、全部野瀬中の応援だろ。ずる。俺たち弱小サッカー部の応援なんかいるわけ。いるんだよ。ほら、ライモリー、サマリー、サク。兄ちゃん、応援に来たよ。あれが俺の兄ちゃんだ。あの手ここに来た。お前の兄ちゃんすごいなの。兄ちゃん頑張れ。俺トイレ行ってくれ。もうすぐ試合が始まるって。いよいよフットボールフロンティア地区予選1回戦、大門中学対大瀬中学の試合が始まります。どうか稲妻落としをやらなくて済みますように。さあ、大門中のボールでキックオフです。稲妻このジャングルのようなフィールドでライモン中はどう戦うのでしょうか。野瀬中の実力見せてもらうか。ゴエンジ、ゴール前にボールが上がった。ゴエンジ、ファイヤートルネードの体勢。野瀬中キャプテン、鳥居も飛んだ。コキー、パパイ、なんというジャンプ力。高さに負けないコキー。今度は野瀬中の攻撃だ。スリーゼンジにボールが渡った。リングか。おまじ大きく飛び越えた。こんなるダイブ。飛べる。ドーゴンキック。何、さすがか。熱血パンチ。エンド、熱血パンチでかろうじて防いだ。しかし恐るべき乗せ中の個人技、ライモン中誰一人ついていけない。あれだけ特訓したのに、こんなに差があるなんて。再びライモン中の攻撃だ。ノセ中チェックも早い。ゴエンジ囲まれた。隙がない。ゴエンジ、空中戦で叶わねえならこいつはどうだ。ドラゴンクラッシュ。獅子王ボールごと染岡を吹き飛ばした。なんというパワーだ。染岡、おっと、染岡動けない。大丈夫か。足首をひねってる。試合は無理だわ。選手交代しかないか。ドモン君、君にチャンスを譲ってやるよ。決してビビってるわけではないからね。チャンスね。ライモン中、染岡に代わってドモンが入りました。ドモンはディフェンスに、そしてなんと染岡の代わりに壁山がフォワードの位置に上がっています。ちょっと待ってくださいっすよ。俺がフォワードって。ドラゴントルネードが使えない今、頼みの綱は稲妻落としだけだ。乗せ中ディフェンダー鳥居、獅子王の空と陸のシュート封じは完璧だ。果たしてどう攻略するのか。大橋のスローインで試合再開。亀ドリブル、立ちはだかったのはドモンだ。しゃあ、一丁やりますか。やるじゃん、あいつ。なんとドモン、ボールを奪った。あれは帝国のディフェンス技。これでも帝国学園サッカー部出身だぜ、俺。お手並み。
拝見。ゴール前にボールが上がった。行くぞ亀山。はい。これにゴエンジと亀山が反応。ドキッ。おっと鳥が来た。ゴエンジを軽々と飛び越えた。その高さなら二段ジャンプで越えられる。亀山。ドキッ。サグの兄ちゃんが終わり。やっぱり俺にはできないっす。野生の本能が爆発。恐るべき身体能力からの個人技にライモン中はボールに触れることもできない。ライモン中せっかくマイボールにしてもゴエンジと亀山の攻撃ミスですぐにのせ中ボールになってしまう。のせ中シュートの雨あられ、負けじと渾身のセーフだが、スニークシャット。ここで前半終了。両チーム無得点だが、試合を支配しているのは野瀬中。疲労困憊のライモン中に果たして反撃の手段はあるのか。やったなみんな。エンド、何言ってんだ、コテンパンじゃないか。でも同点だぜ。あんなすごい連中相手にだ。後半も俺は絶対ゴールを終わらせない。そして二人の稲妻落として点を取って勝つんだ。俺をディフェンスに戻してください。壁山。ダメなら交代させてください。俺には稲妻落としはできないっす。これ以上ボールを上げてもらったって。いや、ディフェンスには戻さないし交代もさせない。俺はお前とゴーエンジにボールを出し続ける。高いのが怖いって言いながらお前あんなに努力してたじゃないか。精一杯やった努力は無駄にはならないよ。きっと実を結ぶさ。だから何度でもお前のところへボールを上げ続ける。いいな。でも俺は。兄ちゃん。さあエンドチェンジして、乗せ中のキックオフで後半戦開始。ボールはスイゼンにディパスされ高速ドリブルだ。松野が立ちはだかる。おっとここでバックパス。右サイドヘビ丸が上がっている。スネークシャット。痛くなんかない。ゴエンジ、壁山。何度上げてもらっても。壁山、俺には無理っす。こっかっかっかっこけ。またもボールは乗せ中に当たってしまった。キャブキック。エンドをバカミに食べるわけにはいかない。はい。さあ乗せ中のコーナーキック蹴るのは大足だ。一人がダメなら二人、二人でダメなら三人で守る。くそ。複数でプレスをかき始めた。これでは乗せ中もパスを回すしかない。いわゆるゾーンプレスですね。確かに有効な戦術だが、相手以上に動き回っからどんどんスタミナを使っちまう。前半でかなり体力を消耗してんのに、やっぱあいつの頑張りがみんなを。すげえぞみんな。でも俺は。目を開けろ壁山。みんな疲れてるのに。キャプテンはあの手でシュートの痛みに耐えてる。誰も諦めようとしない。なぜっす、なぜそこまで。信じているからだ。俺たちが点を取ってくれるって本気でな。目を閉じるってことは恐怖から逃げるだけじゃない、あいつらの信頼を裏切るってことだ。